はい。昨日、まあ今言うたのは要参考にしてな。和道流の師範がやっとった。で、英春拳の人に、英春拳って知ってるか？いや、中国の拳法。ああ、細身の人の背の高い。英春拳の人に、うちと同じやな、言われた言うている。英春拳も案外、ああいう考え方をするんかもわからない。何やっとったか言うと、はい、ついてくる。ゆっくり、超こうして。で、次来たら、こうして。な、一応、こうして。次、こうして。で、僕、ちょっと僕に似ているなと。ですけど、だけど、一本目が気にやん。一本目受けだけや。一本目受けだけ、二本目両方や。これ僕は気に入らん。あんまり一本目こうあまりいいです。いやちょっと危なくないように使うで、別に。ごめんなさいです。こっちが出そうなね。ちょっともっと早くする今度。こうする。ゆっくり。一、次出てくる。二、こうする。まあ、一本ずつやっとるよりだいぶいい。けど、俺から言うたら、最初は受けや。というのは気に入らない。だから、最初来たら、もうこうするんですよ。二本目来ない。二本目来ても、こうする。というのは、気に入らないのは、はい。こちらで言うよ。はい。はい、受けて、遠いところ、ここからここへ来る。こう来る。これ気に入る。逆でした。それ、僕、二つ気に入らん。一つは、はい、受ける形や。それで、両手。なんで形や。だからやっぱり、これは両手である。次、これをここへ持ってくる。ここへ持ってきたのがあれ、距離の問題、はい、両手や、一番近いとこれや、こう来てほしかった。僕はこういうふうに教えてるけど、あの人は、はい、ずっとやって、あ、まあ、こうしてだから、この時は、はい、動いて、それで、こうしようと。まあ、中断中だけどね。僕、この時にどうなっちゃうから。あれ、だから、あの人どうやったら、1、2、まあ、2つもりはまた上手にしてる。こうなっちゃう。だから、あれを肩にしとったら、まずいなと思った。だから、僕はあくまで、もう2が来ないけれど、一応2が来るとして、こういって。1が来るとして、はい、2が来るとして、こうこうして、こう押さえてくる。すると、この動き、はい、これ、1、短い。はい、に短い。どうしてほしいのか。ということは、お疲
塚先生言うた。明美は崩しであるって言うた。攻撃で崩しであるから入る。これ崩し。これ文献も崩しだった。これまた攻撃と入る。だから僕の言う投稿がいいなと。あんなくないように入られるよ。中国服の服の方がいいなと思った。それが我々の流は中さんに解説するんだ。我々の三代目やるな、多分。あ、そうですね。なんか我々は終わらない。ちょっと、ぺっぷりとこれ。ちょっと丸が悪いですよね。最初の人は駒岡先生。これから言ったら、大塚先生が教えた通り、教えとんやった。自分で工夫して、大塚先生の時代は、あれでも素晴らしかった。けど時代はもう、50年から100年経ってる。もう3代目。アート関係なんで、大塚ヒロドムいう三代目の名前でな、やってる。大塚先生の遺産も、弟子やったの、二代目、三代目が、鬱陶管理やな。ビデオとか。もっと自分なりのもの作り出したからね。そういう感じ。だから、あの、先生の範囲、あの、ついてきたり、バーンとついてきたり、受けなきゃいけない。これ一番力がいいだろう。し、これ、ちょっとこう向けたらいいんだから、力がいいだろう。これより力がいいだろう。だから、バーンとついてきたり、これ、力がいいだろう。だからこっちはもう力がいらないとか力がいらないとかこっちは力があんまり入れるいつも言ってる40これやったら目やったら20っていうこれでもこの辺でも40でだからあのやっぱりあの同時にちょっと胸いくからねそういうとこでこんなんでも、昨日この辺で言うたように、こう、こう、対策で、はい、そっと、こうしたらいい。な、さあ、こっと、大事、名水、こうしたらいい。対策と忘れたらあかんぞ。対策はきっと、こうと棒やぞ。対策はきっと、ボートボートやぞ、はい、力小さく柔らかくということは吸収やでいいことや、うん、この人は吸収やでいいことや、うん、吸収やでいいこと力抜く小さい力柔らかい力連続する方向を変える。方向で、この方向でもいいし、攻撃を受け、受けを攻撃に回すのも、それも一応変、方向の変更や。で、あとは、まあ、速い方が原則いい。けど、速い方が必ずも良くない時もある。ゆっくりな時もいい時もある。けど、まあ、速い方が原則。だから、さっと作るとこれだよ。これ連続なかったよ。ゆっくりやったら、1、2、3、というのが出る。
日本人の心で言うとね、その頃はあえて叩くとか、当てられたわけだ。これやったら終わりに相手崩れるし、崩れんでも、ちょっと心で崩れる。はい。頼りて、硬い手を置いて崩れるという話をしないので、まあ、金的は蹴っても蹴らんでもいいけど、はい。ほっと、ほっと、ほっと、ほっと。ほっと崩れてもわかる。蹴れる。いや、蹴れる。なんか、上に行くかと、どう蹴るんだろう。うん。最初、ボックスが引かれるよ。で、天台を蹴る。固定されたような感じ。そうか。ちょっとこっちも沈んでるから、そこをこう伝えられてるから。こう、一旦、ちょっと、僕はちょっと、関係ないと蹴る。十分蹴れる。そう、な、だから、まあ、それも俺もほんまにやるときはカッとなっとうから、カッとなったら力が入る。そうです。から偉そうなこと言えんけど。カットなんてカットならないよね。実際どうだろうね。フェイスを変えて。違うもんね。カットなんて取ったら、自分から取るもんね。だから、カットなんてカットならないように、カットなんて当てんように言うのも難しい。だから、これも、取るってわーっと来ないといけない。これより近いレートだ。近いのにとこれ飛ばせる。な。カットになってカットになるな。難しいこと言うけど。はい、終わり。まあ、お茶飲んで。あ、はい。カットになってカットになるな。うん、あ、まあ、いいんですよね、いっぺんにこう次と受けといて、うん、だからやっぱりな、第一動作で中さんなんか明らかに